エウル・マリアーナはローマ地下鉄の B 線とローマリード線の駅の一つである。一般的にはエウルと呼ばれるエウローパクにある。ローマリード線でリードから来た人には地下鉄に乗り換える最初の駅となる。駅は1924年にローマリード線のマリアーナ駅として完成し、当時はトリーノ、リザーロ、アッチリア、オスティアスカービィ、マリーナディオスティア、 しばらくして、マリアーナ・オスティエンセと命名され、新たに、マリアーナに、現在のエウル・マリアーナに至る。駅のアトリウムは、アルテメトロ・ローマを受賞したモザイクで飾られている。展示されているモザイクの作者は、アントーニオ・パッサと、ラサー・アン・クジー・タ・マーシュとなっている。それらの写真はここで見られる。駅は何度も改築されている。駅の隣には、資材保管用の2本の対比制がある。 駅には以下の施設がある。ウィキメディアコモンズにはエウル・マリアーナ駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。